どうもこんにちは、マイさんです。今回は、学校の階段5、笑う骨格標本。怖さだよ、これも。骸骨がね、バーッと乗ってるんですけど、ある学校の理科の先生がこっそりと教えてくれた。真夜中の理科室には近づくな。理科室には奴がいる。振り返れば奴がいる。ではなく、理科室には奴がいる。人間たちを嘲笑うかのようにカタカタ揺れる白いやつが、くっそ怖い。もう骸骨やろ。どうせ骸骨の、なんか強いやつやろ。どこや俺場所。理科室。真夜中の理科室と。では今真夜中やから、2階理科室らしいですね。場所。2階。怖いでこれまた。絶対恐ろしいやつ出てくるよこれ。いや、人体模型気持ち悪いから俺も嫌やもん。トイレが。これトイレね、トイレね。これは教室と。え？何これ？これけ。ちゃうわ。何やこれ。理科室。理科室はよう実験とか行くんやけど、その時は別に怖ないけどな。深夜行ったらめっちゃ怖いやろな、あれ。俺は幽霊はどっちかって信じるタイプというか、絶対おると思ってるんでね。お、ここや。これけ。うわ、やばい。やばい、おったよ。デビビルを見つけた。デビビルな。人体模型怖すぎやろ。これ横にあるけど。うっひゃー、なんだよ。いきなり声かけんなよ。びっくりしたじゃねえかよ。お前許さねえからな。覚悟しろよ。なんやねん、こいつの口調。来いや、デビビル。いざ、勝負。もう楽勝やろ。誰や、この右におるやつ。この犬みたいなやつ。タールデー。でる、ガリガリ、表現の術。一瞬。結構可愛いやんけよ。あいつエースや。モテマクールのなんか、違うやつやけ。なんか全然あかんかった気がする、効果的には。でーん、でんてん。よっしゃー。お邪魔道。どひゃー。強いじゃねえかよ。子供のくせに恐ろしいやつだな、おい。もうこれあげるから俺のことほっといてくれよ。雷鳴のバッジ。なんこれ雷鳴のバッジって。全然わからん。ひゃー、お前まだいたのかよ。早くどっか行けよ。お前がどっか行ったやんけ、ほんま。ずっとそこおんなよ、ほんま。とりあえず雷鳴のバッジってなんなんやろ。ヘボンかな。雷鳴のバッジ。なんか聞いたことないんやけどな、雷鳴のバッジは俺。なんか、めっちゃ持ってない。雷鳴のように目にも止まらんスピードで駆け抜けることができるバッチ。素晴らしい30か。ダメですね。伝説系じゃないと、やっぱり。じゃあ見ようか。お決まりの妖怪新聞。妖怪新聞来た。ニュー。我々が理科室に到着すると、骨格標本はカタカタ動き出した。調査を続行したところ、妖怪が化けていることを突き止めた。その妖怪は見つかるのが怖くて、ビキビキと震えていたのだった。あれ、見つかるのは怖くて震えとって、あれけ。ビビって戻ったんけ、こいつ。ほんまクソ野郎やな。妖怪スポットね。いや、順調ですね。楽勝にクリアしような。ここら辺はもう、一等から深夜の教室シリーズ終わりで、次ここやな。団地に潜む怪。もう団地や。団地も怖いで、ほんまに。僕も深夜に営業とかしてたことがあったんですけど、深夜じゃないな、普通に夜。飛び込み営業みたいな。昔やってたんですけど、夜にね、まあ営業して、まあ怖いな、夜は。何言われるか分からんけど、まあとりあえず飛び込め。まあ会社に所属してたんで、飛び込みみたいな。あれは結構きついです、飛び込み営業やってみたら。ヒッチハイクとかよりは全然マシやろうけど、結構勇気がいるよな。何も言ったら、アポも何も取らずに、もういきなり営業かけて、行くみたいな感じだから。まあいい経験にはなりましたけどね。まあ、しんどいですね、あれは。影響ね。よっしゃ、日記しよう。ちゃんと日記つけとかな。870時間言うとやばいな。よっしゃ。なんだ、クリア。まあ、今回も普通にね、骸骨。楽勝ですね、これ、妖怪スポットは。全然手間取らないんで、まあ、場所さえ分かってたらもうそこに行って、そこで探知して、やっていくみたいな感じですね。はい、というわけで今回は、理科室の、
骸骨を見事捉えました。原因をね突き止めました。次回も、どんどんやっていくんで、ぜひ見てやってください。というわけで終わります。ありがとうございました。